私たちはアミンチュを応援しています。みんなでニュースを作ろうよ。不思議で楽しい滋賀県をいっぱい見つけるプリン。知ったかぶり、ナイツぶり側になって、この番組はピアライフ、ボーンフリー、滋賀県国民健康保険団体連合会の提供でお送りします。住まいを売る、貸す、どう生かす、ご相談ください。いいねを一緒に探しましょう。ピアライフです。琵琶湖の美しい襟にロボが恋をした。しかし近年大量発生した水草が仕掛けに絡まり襟を壊してしまっていた。ロボが目を奪われた美しい襟を修復するため、アミンチュプロジェクトと漁師さんが立ち上がる。果たして襟はまたお魚を取ることができるのか、そしてロボの恋は実るのか、というかそれは恋なのか。エリ再生プロジェクトパート8。壊れてしまったエリと出会ったロボ。エリの美しさに一目惚れしたロボは修理を誓った。だけどロボは水が大の苦手。危険を冒して奮闘したものの、湖北の強い風と波に阻まれ、エリを直すどころか近づくこともできなかった。襟再生の夢はこのまま終わってしまうの？そんなロボの心意気に打たれ、強力な助っ人が登場。漁師の浦崎さん、松岡さんの協力を得て襟から網を引き上げたよ。さらに汚れを落として網の破れもバッチリ修復。あとは直した網を襟に貼るだけのはずだったんだけど、連日悪天候が続き、船を出すこともままならないまま年が暮れてしまった。そして迎えた2013年4月、満を持してプロジェクトが再始動する。アミッチュエリ再生プロジェクト。久々に尾上漁港を訪れた3人、念願の襟再生に向けて気合い十分。いよいよ襟再生プロジェクト再始動ですね、組長。久しぶり、襟再生プロジェクト再生。はい、久しぶりです。同じこと言うだよ。よし、頑張っていきましょう。あれ、浦崎さんはその辺でね、待ち合わせたんですけど、ちょっと見当たらないです。そうですね、ちょっと僕ら、呼んできますわ。はい、ちょっと、行ってきます。お願いします。ついに愛しのエリさんを元の姿に戻してあげられる。期待に胸を高鳴らせるロボ。すみません、浦崎さん、準備できました。はい、あれ、実は腰痛めてもたんよ。はい、どうしたんですか？ぎっくり腰。ぎっくり腰、はい、ほな今日はダメですね。どうすか、ロボ、大丈夫かな？ロボ、浦崎さん、ぎっくり腰で今日行けへんねんで。どういうこと？襟再生、まさかの、まさかの延期。
延期。どうなる？エリ再生プロジェクト。どうする？ロボ、ふて寝してる場合じゃないよ。ロボの愛しのエリさんが元の姿を取り戻すのはいつの日か。ロボの恋の行方はどうなるの？アミンチュエリ再生プロジェクト。国民健康保険料の納め忘れはないですか？忙しくて納めに行く時間がない。ついうっかり。そんなことがないように確実安心な口座振替がおすすめ。詳しくはお住まいの市町国保まで。くっちゃにするんでしょう。どうせまた飲みすぎてえずくんでしょう。運動はスポーツ中継見てるだけ。そいつはまずいよ。血だらけ体操。脳の生活習慣病。辛いものが好き。そのくせ甘いのもいける口。ウォーキングするって靴を買っただけ。食べ過ぎまずいよ。チラッキー体操。やだやだ生活習慣病。ズボンのお尻がはち切れる。あら八分目だよ。しちゃうのよ。ズルズルと夜中につまみ食い。目覚ましが鳴っても起きれず、あちこく朝ごはん抜きなんて血だらけ体操。もうダメ生活習慣病。人生まだまだこれからよ。健康診断に行こう。超コアラジのコアラジ。波が風がハートが荒ぶるぜ。寄せ合い俺は一匹コアラ。波風立てて生きるのさ。この番組はピアライフ、ボーンフリー、滋賀県国民健康保険団体連合会の提供でお送りしました。